マツコデラックスは日本のコラムニスト、タレント、女装家、司会者。千葉県千葉市稲毛区出身。所属事務所はナチュラルエイト、血液型は A 型。新聞のラテ欄やニュースサイトの見出し欄などでは文字数制限の問題からマツコデラックスと表記されることがある。高校卒業後は東京マックス美容専門学校に入学し、卒業後は 美容業の仕事をしていたが、何か違うと感じていた時にアクティビストな、同性愛者の姿を見て奮起し、バラ族、三心、G メンに並ぶ、芸雑誌、バジの編集部に転職し、同志の記者、編集者などを務めた。編集長代行であり、ドラッグクイーンの大家でもあったマーガレットや、社長の平井隆史からは、熱心な仕事ぶりが高く評価されていた。 28歳で退職、実家で引きこもり生活を送っていたが、編集者時代の記事を読んでいた、小説家の中村うさぎがホストを務める、対談集、人生ハッテマスのゲストに抜擢され、マツコデラックスの芸名と、個性的なビジュアルやトークスキルが注目されたことが世に出るきっかけとなった。さらに中村から、あんたは書くべき人間とその文才が高く評価、されるなどを経て、 2000年頃から3サイズすべて 180cm 体重 140kg の巨体と女装というスタイルでタレント活動とコラムなどの執筆活動を開始した。2002年ソニーマガジンズ社から私がマツコデラックスを発表以降も定期的に著作を発表している。また、 毒舌と体型で比較されることの多いナンシーゼキとはデブについてのテーマで対談している。2000年、フジテレビ、ワンライアールアー r の全身番組、エブナイにてテレビ初出演を果たす。2005年東京 MX の情報番組、5時に夢中のコメンテーターで登場した。2005年当時、番組 MC だった。 徳光正幸が重低の三つマングローブから松子についての話を聞いたことがあり、早急に大役を探していた番組スタッフに推薦したことでオファーに至った。2009年、富士テレビで初の冠番組、松子の部屋が開始される。それまでは、マネジメントとタレント活動を一人で兼任していたが、三つのおじである徳光和夫から、 事務所には入った方がいいとの助言を受け、ナチュラルエイトに所属した。以降、マツコアリの怒り浸透、月曜から、夜深し、アウトでエラックスなど、自由かつ毒舌混じりな発言を大いに活かしている、レギュラー番組が、次々と放送開始されている。2010年12月9日放送の米倉、涼両子主演のテレビ朝日系、ドラマ、 情けの女国税局査察官でドラマ初出演。2011年、ラジオ文化放送で、冠無理番組、井筒と松子禁断のラジオが開始した。2012年4月、日本テレビ、三毛猫、ホームズの推理で連続ドラマ初出演を果たした。2017年4月より、怒り浸透に変わり、松子有吉狩染め天国がスタート。出演は、松子、 有吉弘之、久保田直子2017年11月10日、体調不良により入院。三半期間にウイルスが入り、めまいやふらつきなどが発症。一人暮らしのため、大事をとって入院したとされる。同月13日の5時に夢中。の出演は欠席。16日、所属事務所が公式サイトを通じて回復を報告した。20日の5時に夢中。 復帰後初の生放送出演。2020年9月には10年間レギュラー、出演してきた、フジテレビ系、本間デッカ。TV を卒業し、芸能界引退の準備である、等の報道も一部でなされたが、本人は、同年の時点では、テレビ出演について、長居するつもりはないけれど、今テレビが私にやめられたら、収入的に厳しいというのならば、 世話になったところが滅びる日まで付き合おうと思っています。と答えている。なお、2021年4月からは、TBS 系列でほんまでか、TB 以来となる、アカシアさんまとタッグを組んだバラエティ番組、週刊さんまとマツコが放送されることが発表されている。現在の出演番組特別番組過去の、出演テレビドラマ、ありがとうございます。